主任、お久しぶりです、主任。アレン君、相変わらず元気そうね。寝不足気味ですがね、ま、元気だけは常に人一倍。主任も、元気そうで。ねえ、その主任ってやめてくれない？もうベクターとは関係ないんだし、シオンでいいわよ。え、主任、今さら簡単に呼び方変えられませんよ。そう、簡単じゃない。まあいいわ。部屋は上の階にすでに用意してますので、まずは荷物の整理を。終わったら降りてきてください。街を案内しますよ。いろいろ話したいこともあるし、一緒に上がりましょう。一緒に行くって、だってツインの個室ですよ。当たり前じゃない。誰もスイートなんて期待してないわよ。エレベーターはあれね。いやいや、そうじゃなくて、待ってくださいよ、主任。